皆さんおはようございます。パクセルンです。ここは朝7時30分に現在になろうとしております。JR 東海東海道本線の沼津駅。7時30分に当駅沼津駅を出発する今停車中のこちらホームライナー静岡31号に乗ってこれから静岡へ向かうんですが、今ちょうど目の前にこの乗車整理券も購入したわけですけども、今回はこのホームライナー31号、ホームライナー静岡31号に使われております373系電車をご紹介したいと思います。この373系電車は今はねホームライナーとして一応種別は快速ということになっているんですが、快速だけではなく急行や特急、さらには普通など様々な種別に使うことができる非常に万能な車両です。おそらく JR の歴代の車両の中でもここまで多くの種別に使うことができる車両はないのではないでしょうか。ということで今回は数ある JR の歴代の特急型車両の中でもかなり異彩を放っている JR 東海の373系を皆さんにご紹介したいと思います。よろしくお願いします。もうまず沼津駅を出発するところですが、まずドアは両開き式。特急型車両において両開き式というのは非常に珍しく、あの JR 九州でねキハ40とかキハ47を改造した特急列車がありますが、まあ、ああいうのを除いて最初から特急列車に投入することを前提に製造された車両の中で両開きっていうのはこれは非常に珍しいですね。名鉄の特急車両の中で一部両開き式の車両っていうのはいますが、しかし JR の特急車両の中でこのようにドアが両開き、向こうに231系も止まってますけど、あんな感じでドアが開閉する車両はおそらくこれぐらいです。今日もホームライナーをご利用いただきましてありがとうございます。この電車は全車指定席のホームライナー静岡行きです。ご利用には乗車券のほかに乗車整理券が必要です。乗車整理券は前座席の背もたれカバーのポケットにお入れください。お降りの際には乗車整理券をお忘れなくお持ちください。停車駅は富士、清水、静岡です。この列車は全車金融車です。現在乗車中のこの373系は1995年にそれまで運行されていた身延線の急行富士川で使っていた165号系などの置き換えに登場しました。そして現在では特急富士川号や特急稲地号、またホームライナーなどで使われているわけですが、この車両の最大の特徴はこちらの4人掛けのコンパートメント個室です。まあ、半個室という言い方をするんですけども、セミコンパートメント4人掛けのボックスシートがこの373系には合計で6席かな8席かな、それぐらい存在しています。通常ね特急っていうのは回転式リクライニングシートで座席をぐっと後ろに倒すこともできるんですが、しかしここには4人掛けでリクライニングはしないんですが、しかし非常に陰心地のいい座席がこのようにあります。しかもねこれあの373系の普通の座席はあの肘掛けから取り出してくるタイプのテーブルなので、そんなにね一人一人が使えるテーブルの大きさっていうのはないんですけども、しかしこのように前の座席との間隔は非常に空いているし、またテーブルも非常に広々としているので、このボックスシートを一つ一人で貸し切ってしまえば簡単にねこのスペースを一人で自由に使い切ることができます。いやこれめちゃくちゃ快適ですよ。シートピッチもめちゃくちゃ広いし、それからやっぱりねあのテーブルも大きいので大理石とかそういうのを使っているわけではないですが、しかし構造もかなりしっかりしていて頼りがいがあります。またこのボックスシートについてはこれは特急富士川や特急稲地として使っている時には指定席として扱われるんですが、普通列車ですとかそれから現在乗車中のこのホームライナーではこれは自由席として取り扱われますので、特にこのホームライナーの場合330円の乗車整理券を払えば別にリクライニングシートに座ってもいいし、それからこちらのボックスシートに座ってもいいし、まあ、そんな感じでねこれ330円で座れる座席にしてはあまりにも豪華すぎる気がするんですが、でこんな感じで非常に快適な時間をこのボックスシートの中で過ごすことができます。ホームライナー静岡31号は3両編成で373系1編成が使われています。そしてこの373系のモーター車は一番熱海寄りの、今回は静岡方面下り列車なんですが、その下り列車における一番後ろの車両がモーターが積んでいる雲波となっています。 JR 東海ってねあんまり雲波作らないんですけど、でもこの373系では雲波が採用されました。そして前寄りの2両、現在こちら中間車なんですが、中間車とそれから一番前の先頭車にはモーターが積まれていないので、車内はご覧のように非常に静か。
これね、一番後ろの車両だとうわーと床下からすごい勢いでモーターの音が爆音がね響いてくるんですけども、しかしこの辺りは非常に静かです。この辺りは台車が真下にありますんで、その台車のねガタンゴトンという音とか、それから台車のきしみなんかは聞こえてくるんですけども、しかしモーターのうるさい音は全く聞こえてきません。そして先頭1号車にやってきました。この先頭1号車には車椅子の対応座席がありまして、ここは373系の中では唯一一人掛けの座席となっています。そのためこの1号車は特急列車の場合指定席として取り扱われることが多いです。またこの1号車にはボックスシートはない代わりに、このようにトイレとか洗面所が集中しています。こちらには車椅子対応の洋式の大きめのタイルがありまして、まあ、こんな感じ。ただあれですね、JR 東日本の231系とか233系であるようなああいう感じのトイレではありません。これ車椅子で入って大丈夫なのかという気はするんですけどね、まあ多分大丈夫なんでしょう。それから反対側にはこちら男性用の小便器、これもね、なんか1990年代っぽいなーという、この便器のデザインがね、まさに90年代という感じがします。でそしてその隣には洗面所もありまして、このような感じ。これは自動水洗になっているんですね。石鹸もあり、飲み水ではありませんというステッカーもついています。このカウンター、これは人工大理石かなんか使ってるんでしょうかね。僕には石に見えましたけど。それから正面には、このような丸い鏡と、それからこんな、簡単な、ちょっとゴージャスな雰囲気をちらつかせてくれる、このような照明。さらに、ここには、女性がメイクするときに使うんでしょうね。このようなカーテンまでついています。さて、列車は、快調に東海道本線を西に進み、まもなく富士駅に到着します。でこのホームライナー静岡31号は、沼津発静岡行きの列車なんですが、途中の停車駅は、富士、清水、そして終点の静岡です。この停車駅はかつてこの区間で2007年まで運行されておりました東京静岡間で運転されていたこの373系を使った特急東海号と全く同じで、またこの富士から先終点静岡までは二の部線甲府からやってきた特急富士川号も同じ線路の上を走るんですが、この富士から先次の停車駅が清水、そして終点静岡の順番に停車していくのは、これは特急富士川号も同じですから、全くねこの辺りでは特急列車と遜色ないような走りを見せてくれます。この富士からもたくさんのお客さんが乗ってきます。富士もね、静岡県を代表する大きな町で、製紙工業がね、非常に盛んな町として知られているところではありますが、ここからもまたたくさんのお客さんが乗ってきます。ご覧ください、この大きなこの開口部ね。日本の特急列車の中でここまでね、大きなドアのこの開口部を持つ車両っていうのは他にありません。185系もここまで大きくはないですからね。そしてまたドアも、やっぱりこの373系は普通列車として運用される時のことを考えて、まあ、たくさんそうするとね、普通列車の場合はお客さんが乗りますので、このように両開き式のドアになっており、また客室とデッキを仕切るところに扉はありません。またこの373系は何でか知らないんですけど、このように普通車でもフットレストがついていますが、これが最前列になりますとこのような感じでほぼ床に固定されるような、まあ、そんな感じになります。これね、これフットレスト、これ最前列いらなくないっていう気がするんですけど、なぜかね、こういうところの JR 東海は謎のこだわりがあって、普通車であっても373系、それから383系、キハ85系、それからもう現在では引退してしまいましたが、371系は全て普通車にフットレストが用意されています。東海道線をまたひたすら西へ走っていきます。ちょうど反対側は EF210 桃太郎が牽引する福山通運の専門貨物列車。これとすれ違いながら、現在列車は、これは、ゆいかな沖津かなちょっとわかんない。神原か。神原駅を通過していきます。こんな感じで、二面三線の真ん中に中線があって、そして貨物列車や普通列車が後からやってくる列車、まあ、特急とか急行とか、そういった列車の追い抜きを受けるような構造になっています。そして神原を過ぎて、だいたいゆいとか沖津とか、その辺りの列車を走っていますが、ここでちょうど綺麗に、東名高速道路、それから国道1号線と並行して、駿河湾の沿岸部を走っていくようになります。ちょっとね、東名高速が邪魔で海をきれいに見渡すことができるっていうことはできないんですけども、しかしその東名高速道路とそれから国道1号の隙間のところで、若干ではありますが海面を見つつこの東海道本線を西へ下ることができます。向こうに見えております、東名高速の向こうに見えております山並み、あちらは伊豆半島になります。いやー、これめちゃくちゃいい雰囲気ですよね。座席はワインレッドでちょっと高級感があって、しかも車内はガラガラ。今日は日曜日ですが、しかしこの静岡地区のホームライナーは平日だろうが日曜日だろうが土曜日だろうが関係なく毎日運転されます。平日と土休日で若干その運行本数自体は変わるんですが、しかし土曜休日は全く運転しないというわけではなく、ちゃんと本数は少ないながら運転があります。そのため特にね、こういう平日はね、結構このホームライナーも混むんですけど、しかしこの土曜休日は通勤通学の客がいませんので、このホームライナーもガラガラですから、かなりね、自由気ままにこの旅を楽しむことができます。
そしてこの辺り、だいたい由比沖津周辺ではこのように東海道線も国道1号も東名高速も右へ左へ大きくカーブを描きながら走っていきます。ちょうどこの辺りが東海道でもかなりの難所として有名だった佐多峠になります。この辺りちょうどね、この上の方をその旧東海道、昔江戸時代に使われていた東海道が通っているんですけども、ね、しかしちょうどこのトンネルのところですね、ここがちょうどその佐多峠になるわけなんですが、この佐多峠を現在この東海道本線はまるでそんな峠など最初から存在していないかのようにトンネルでズバッと抜けていきます。いやー、やっぱこれがね楽しいですね。東海道本線が東京から神戸まで全通したのは当然明治時代のことですけども、しかしその当時はまだまだ日本の土木技術は低く、もうかなりね、今でも東海道沿線は急な勾配ですとか急カーブが多いんですが、しかしそんな中でもこのようにトンネルを使って山をぶち抜いていくっていうのは、これはねもう当時持っていた日本の技術をもう全部結集させてもう頑張って作りましたよという感じが伝ってきて、とても楽しいものです。さて現在使っているこちら乗車整理券なんですが、ホームライナー静岡31号12月5日と書いてあります。実はこのホームライナー静岡っていうのは昔は座席も指定されていたんですね。12月5日の横に例えば、3号車4番の A 席とかそういうのが書いてあったんですけども、しかし現在はこちら座席指定はなくなっています。もともとはね座席指定があったんですが、しかしコロナウイルスが入るようになってからその座席指定がなくなってしまいました。というのも実はこの JR 東海のホームライナーは自分で座席を指定することができません。券売機の方で勝手にあなたじゃあここねという風に指定されますので、1両の中に全然お客さんが乗っていないところと、それからお客さんがぎゅうぎゅう詰めになっているところと、まあ、そういう二極化が発生してしまうわけです。それはちょっとこのコロナ禍においてあまり良くないのではないかということで、システムを改修しまして、そして現在では全車自由席、乗車整理券を買えばどこでも座っていいですよ、どこでも空いている座席に座っていいですよという措置が取られています。列車は清水駅に到着です。いや、このモーターの音が素晴らしいですよね。これ確か東芝 GTO って言ったと思いますけど、この373系のモーターね、この音に魅了されている鉄道マニアも非常に多いはずです。現在列車は草薙駅を通過していますが、ここの駅もねすごい勢いで通過していきます。この373系現在は快速列車として運転されていますが、しかし例えば熱海沼津間や浜松豊橋間での普通列車、それから身延線の藤川号、飯田線の、稲地号などの特急列車、またさらに臨時の飯田線秘境駅号や中山道トレインといった臨時急行列車にも充当されることがあります。ですからもう本当にね、普通列車、それから快速列車、急行、特急と様々な用途で使うことができる、もう本当にね、何でも濃い、何でもできますよという非常にスペックの高い車両なんですね。最高時速は120キロですが、しかしこの辺り静岡地区の東海道線の線路と最高時速が110キロに制限されているので、ここ最近は373系が120キロでぶっ飛ばすという光景を僕も見たことはないんですが、しかしこの373系も非常に優秀な車両ですからね、座席は柔らかいし、それからもういろんな列車に投入されますからね、皆さんも373系乗ったことある方っていうのは非常に多いと思いますけど、このホームライナーも僕も非常にお世話になってますんでね、これからもこの373系のホームライナーの動画たくさん出ると思いますけど、列車は終点の静岡駅に到着。列車によってはね、沼津から浜松まで通しとかそういうのもあるんですけども、しかしこの列車は静岡で終点です。このままね、浜松とか豊橋とかその辺まで行ってくれれば非常にありがたいんですが、まあこればっかりは仕方がありません。ちなみにこのホームライナー静岡31号が静岡に着いて2分の乗り換えで、この後浜松方面に向かいます東海道線下り普通列車浜松駅に乗り換えることができます。しかし今回はね、僕はそれには乗らず、このホームライナーのさらに続行、先ほど沼津駅で接続しました普通列車浜松駅、つまり今ここでホームライナーから接続のお客さんを拾っている普通列車の1本後の普通列車に乗って、そして僕今回このまま名古屋まで行かなきゃいけないんですけど、名古屋を目指すということにしました。ちょうど接続のお客さんを拾い終わった普通列車接続の浜松駅が出発していきます。この211系もね、今度は315系の投入によって引退することが決まってますんで、今のうちにたくさん記録しておきたいですね。ということで今回は JR 東海が誇る万能型車両373系のご紹介をしました。この車両は他の JR 東海の特急型383系やキハ85系と比べると、まあ、そんなにパッとしない車両ではあります。
別にあの振り子装置はないし、グリーン車もないし、パノラマ車両もないですから、まあ、あまり他の車両と比べてパッとしないのが正直な感想ではあるんですが、しかし、お客さんをたくさん詰め込めるように両開き式のドアになっていたりですとか、まあ、それからあえてグリーン車を導入しなかったり、さまざまね、他の車両にはない一周回って373系でしか見ることができない特徴なんかもたくさんこの車両にはありますんで、今ちょうど18切符シーズンで静岡を横断する18切符旅行者の方も多いと思いますが、この373系のホームライナーや普通列車を活用して楽しい旅をされてみてください。それではこの動画はここまで、ご視聴ありがとうございました。